清水焼発祥の地籍飛翔規神社正規造本殿、若宮八万宮社は、京都市東山区に鎮座する神社、陶器神社とも呼ばれる。旧社格は豪社。応神天皇、中愛天皇、神宮皇后を主催神とし、左愛殿のに、中京天皇、右愛殿のに、椎根津彦大臣を廃止する。天行元年、仏説による、 八方末世の世の一年目にあたることから、五霊勢天皇の直眼により、源の頼地下が、サメウシ西の当院にあった、寺邸内の羊猿の隅に造営された岩清水、八幡宮の若宮であったために、サメウシ八万宮と称され、またサメウシ通りの北を六条王子が走り、頼地下邸はその間に位置したために六条サメウシ、若宮や六条八万宮とも称され、毎年八月に、 法上会を行う例とされたが、その後法園6年正月に、岩清水、八幡宮が、火災によって、社殿消失にあった際には、サメ牛の若宮に潜座したとの無告ありと共中の、同族男女の参詣が盛んとなったという。次来、源氏の氏神として同志からの崇敬を受け、源の頼朝は、大江広元の弟の末吉あじゃを別当職に、任次、文治元年12月には、 土佐国阿川軍の地を寄進、翌年幕府によって、大規模な社殿の造営があり、8月に遷入している。頼朝は、研究元年と、同6年に、上落の際には、岩清水、八幡宮とただ2社のみの社産を行い、以後鎌倉時代を通して、将軍家代代の社産が恒例とされたり、武家尊数の大こそとして、地方的にも厚い数計を受けた。上元2年4月、 付近一帯の大規模な火災によって消失するが、翌年12月に再建が完了し遷入した。家庭元年12月将軍、藤原頼常の病気兵への祈祷の死者が、執権、北条康時より使わされた。文永11年に、再び消失するが、翌年鎌倉に、造営用都市廃場が届けられている。室町時代になっても、 足利高氏は七種の神法や車両治療案土壌、義政は五十一箇所の辞書を奉納したり、足利将軍家から三条傍門の御所八和田偶者と並んで、代々の社産が行われるなど、岩清水、八和田偶に次ぐ幕府の創始と崇められ、その血構は、京日中では、祇園、北野に次ぐ規模であったが、王仁の乱の陛下にかかって、社殿を焼失するなど荒廃し、足利義照および、 義しの発起により、諸国の武家に寄付を募って再建されたものの石日の規模には至らなかった。他織田信長、大内義孝毛利三や、細川、三吉、朝倉氏などより、新地、新名、立ち等を奉納される。天正十二年、橋場秀吉による京都改造により、ご旅書のあった東山に移されて旧地は、本願寺の地域とされ、同十六年には、 宝光寺の北に、秀吉公互の慶長2年6月には、原社地に参戦された。現長年、徳川家康より新領73国8頭余りを寄進され、同3年に、御水ズノ天皇の直命で、社殿造営、女王3年にも、御公明天皇が父御水ズ上皇の考えにより、社殿を造営している。明治10年、宮内省によって、 伏見街道16町の円球場にあった、塚本社から、中京天皇の神霊が奉仙され、同24年に闘争神として、市井根津彦大臣を合し、戦後は、神社本教に参加し、その本部が置かれている。三度の移転により、宇じ子地域を有さない神社となっている。本殿は三軒舎流れ作り銅番武器。三社正面のひさし部分を全室とし、 さらにその前に後輩をつけた、全室つけ流れ作りという京都では、珍しい形式を持ち、屋根は当初日和だぶきであった。昭和59年6月1日に、京都市の文化財に指定された。ありがとうございます。